敦親王、益愛新家倉益は、真の皇族。同皇帝の皇七子で、初代敦親王。母は、昭順皇貴妃。兄は皆豊帝、敦親王益、安親王益兼。正室は、西太后の妹。子は、はじめ仁、斎藤など。送り名は兼。同皇30年、兄の皆豊帝が即位すると、敦郡王に封ぜられた。皆豊11年に皆豊帝が崩御すると、東太后、西太后ともう一人の兄、安親王益兼に協力して、クーデターを起こし、維新の再延、帝親王短歌、祝従らを排斥、甥の道知帝が即位すると、徒党、御前大臣、両侍を命ぜられ、親王に上った。西太后から、謙虚な姿勢を気に入られ様々な特典を与えられたが、政争に巻き込まれないよう慎重に日々を過ごした。高所元年、道知帝が子を残さずに死去すると、西太后は、自身の妹を母とする益の次男のはじめを、道知帝の子として即位させた。益は、実子の即位と共に官職を退いたが、高所10年の清仏戦争の処理をめぐって、恭親王が軍機大臣を罷免されると変わって、起用され、総理海軍事務蒲門大臣にも任じられ、海軍を統括、李鴻章と、義親王益卿を、補佐役として、活動に当たった。以後も、西太后や周囲と、良好な関係を保ち、高所17年に50歳で死去。逸王で、高所帝の異母帝のはじめが爵位を継ぎ、敦親王となった。海軍蒲門大臣時代に、海軍費用を、岩園の建設費に流用したことは悪名高く、真の主力海軍だった。北洋艦隊は10年間武器の更新ができず、艦隊の追加購入も不可能になり、日清戦争における敗北の遠因になった。一方で謙虚に振る舞い西太后や栄六ら、保守派だけでなく、高所帝の側近、王道和ら革新派とも親交を結んでいたことは、緩衝地帯として、両派の衝突を防いでいたが、益の死により対立は避けられなくなり、日清戦争の敗北で両派の対立は決定的となり、以後の政争につながった。加藤、P110、P122、P151、P154。並木。P232、P237、加藤、P176、P178、P185、P188、P200、P206。ありがとうございます。